こんにちは、ゲームメイトのケイドラです。本日は初心者パックとモンタマレベル5激アツガチャを2回引いていきます。まあ初心者ガチャなんですけど、こっちはまああれですね、限定キャラとかは特に出ないんですけど、まあ星6確定プラスワクワクの実が出るということで、もう早速引いていきます。ヘラクレスとか欲しいですね。まだ持ってないんで、ちょっと小津さんでした。小津さん使えなくはないですね。あの2体目なんで、まあ、両方とも神化すると思うんですけど、2体目なんで OK です。で右が何かな、チビ足でした。そんなにいらない。はい、ということで次モンタマですね。でこっちなんですけど、あの今回あのクレオパトラが出るんで、なんかどっちかというと僕カグツチよりクレオパトラ狙いでいきたいなっていうふうに思います。じゃあこれも早速いきます。はい、確定演出来てほしいな。お願いします。ちょっと、はい、やばいケイドラです。ガチめにやばいやばい確定なしですよね今。やば、ちょっと待って、先月僕サブ赤に格差値引いたんですけど、ちょっとこれはやばいな劇的な展開、格差値当たっちゃいました当たるつもりはそんななかったんですけど、どちらかというとクレオパトラ狙いって言ったらね、格差値出ちゃいましたはい、ね、格差値はまあ進化すると非属性キラー、光属性キラーを、まあ、ベースに持つんで、この間モンストー豆知識の方でも話したように、あのベースアビリティに持つんで、あれですね、号令で動かした時とか貫通録の衝撃波にもこのキラー乗るんで結構強力ですね。であとアンチ重力バリアで、もう一個ぐらいね、アンチアビリティ欲しかったなっていうところあるんですけど、もしかしたらですよ、もしかしたら何かの記念とかアニメの記念で神化がするかもしれないんで、それに期待しておきましょう。現状はキャラが潤ってる方だったらちょっと使いどころが難しいんですけど、まあ神化があると信じて、ね、育てておくのもいいかなというふうに思います。じゃあね、よかったら高評価の方お願いします。チャンネル登録の方もぜひぜひお願いいたします。 Twitter もやってるのでフォローお願いします。じゃあ今日はね、大当たりでした。バイバイ。